まあ当分利下げがないという前提に立ちますと、まあドルは底堅いかもしれませんけれども、どんどんドル買いが進んでいくという状況ではないと、まあ、つまりアメリカの金融政策を背景とした相場の変動というのはなかなか今難しくて、材料がない中やはり金利差に目がいくということで、クロス円で買いが入っている、つまり円売りが入っているという流れがマーケットのいろんな通貨の動きに影響しているという段階にあるということです。皆さんどうもこんにちは。今週もよろしくお願いします。この1週間は、まあ、円全面安というか、円安がじりじり進むという話、展開になりました。まあ、先週背景についてはお話をした通りで、まあ、材料がない時というのは金利差に目が行くというのが、まあ、これ鉄則です。その上で、昨日ですね、アメリカの FOMC1 月31日開催分の議事録が発表になりましたけども、まあ、特段驚くようなことは書いてなかったですね。まあ、全体的な印象としては、利上げはもう終わって、金利はピークだけども、そんな簡単に利下げをできるような状況ではありませんよと。で、仮に利下げがあったとしても、それは継続的な利下げにはならないんじゃないですかっていうようなニュアンスの意見が多かったということです。これは、まあ、大体予想の範囲内ということですね。利下げが遠のいたということはドル買い材料になりそうな気がするんですけれども、まあ実は前もお話をした通り、まあ今年の前半は利下げをかなり織り込んでいたのが、マーケットも間違えたということで今修正をしてきていて、まあかなりの修正がもう終わっていますので、まあということはですね、利下げはかなり遠のいたという認識をマーケットが持っている段階で、FOMC の議事録が出ましたので、まあ再確認という程度でこれがドル買い材料にはならなかったというのが背景です。で、今後なんですけども、まあ当分利下げがないという前提に立ちますと、まあドルは底堅いかもしれませんけれども、どんどんドル買いが進んでいくという状況ではないと。言ってみれば今度は利上げ観測とか、こういうものが出てこないとなかなかドルが上がっていかないという状況になってくると。いうことで、ドル円も149円台から150円台でもううろうろと揉み合いに入ってしまいましたし、他のユーロドルやポンドドルに至ってはですね、クロス円の買いの影響でむしろドル安になっていると、ユーロ買いとかポンド買いになっていますので、結果としてユーロドルとかポンドドルもドル安になっているというような展開になっています。まあ、つまりアメリカの金融政策を背景とした相場の変動というのはなかなか今難しくて、材料がない中やはり金利差に目が行くということで、クロス円で買いが入っている、つまり円売りが入っているという流れが、マーケットのいろんな通貨の動きに影響していると。いう段階にあるということです。これからの1週間も大きな材料実はありませんので、それと雇用統計がですね、来月は8日ですから、当分大きな材料がありませんので、まあこの金利差トレードっていうのはまだ続いてしまうんじゃないかなというふうに思います。メキシコペソも今 8.81 とかで来ていますけれど、まあこれもですね、高値圏抜けて、これまでの2、3年の高値を抜けて上にバーンとこう跳ねるかなと思いましたけど、まあ、じりじりじりしている展開ですが、金利差を背景とした資金が入っていますから、やっぱりそこにはしっかりしているということで、まあ、安心感がありますね。ですから僕もこれはまだ買いを継続しています。それと、まあ、加えまして、やっぱり、アメリカもそうですし、日本も株価が非常に好調ですね。株式市場が好調ですと、リスクオフの動きが起きにくいので、クロス円の買い、まあ、金利差トレードっていうのは、まあ、余計に施行されやすいということですから、まあ、当分ですね、この金利差トレードというのが、マーケットの中心になっていくということで、まあ、基本的には、僕も今は、ドル円でちょっとこう、短期トレードしながら、マクロス円のロングを中心にポジションを取っているということをやっていますが、まあ、これを継続していきたいと思います。
最後にお知らせとなります。ガイタメ .com では現在特別キャンペーンを実施しております。バナー広告がありますけども、特別キャンペーン専用のリンクを YouTube の概要欄に用意しています。そちらから口座開設をしていただいて1万通貨以上の取引を行っていただければ7000円のキャッシュバック、また取引量に応じて最大100万7000円のキャッシュバックのキャンペーンを実施しております。こちらキャンペーンにエントリーが必要となりますので、詳細はぜひリンク先よりご確認ください。